皆さんこんにちは。もし目の前で巨大な泥の塊が動いたら、皆さんは一体どう思われるでしょうか。今回のお話では、巨大な泥の塊を見たヤギ飼いの物語をご紹介します。ケニアは赤道直下の場所にある山岳地の多い国で、保護区として守られた手つかずの自然、美しくロマンチックな風景、素晴らしい気候に恵まれた国です。アフリカゾウ、ワニ、サイ、カバ、ハイエナ、ヌー、この国には数えきれないほど多種多様な動物たちが生息しています。そしてこの物語は、そうしたケニアのある自然保護区で起こりました。ヤギ飼いはいつものように群れを追い、水飲み場に移動させていました。ふと沼地に目を向けると、そこで何かが動いているのが見えましたが、あまり気にしませんでした。はぐれるヤギが出ないようしっかりと見ていなければならないからです。しかしその沼地から奇妙な音が聞こえてきます。よく見てみると、動物が泥に足を取られて、もうほとんど動けなくなっているのが分かりました。ゾウは疲れ果て、衰弱し、恐怖に怯えているようでした。一般に沼と呼ばれる湿地にも種類があり、全ての沼が危険なわけではなく、危険なのはいわゆる底なし沼です。これは池や湖のあった場所にできるもので、例えばそこに棒を投げ入れても棒は沈みませんが、動物が足を踏み入れるとたちまち吸い込まれてしまいます。ヤギ飼いは急いで救助に向かいました。すでにゾウはかろうじて頭を泥から出している状態です。ゾウはいつもの道を牧草地へと歩いていて、沼に足を取られているのに気づかなかったのでしょう。這い出そうと動くたびにどんどん深みにはまり、ゾウの体は泥に沈んでいきました。この時のことについてヤギ飼いは話します。沼地で何かが動いているのに気づき、思わず我が目を疑いました。動物だと分かるとすぐに助けに向かいました。ゾウはかろうじて息のできる状態でした。もちろん彼一人ではゾウを引き上げることなどできません。そこで彼は自然保護区保全管理者のジャクソン・レクモア氏に電話をかけ、救援を要請しました。レクモア氏はNRT との共同救助活動を準備しました。数時間かけてついにゾウは救出されました。衰弱しているものの、幸いにも怪我などはありませんでした。今後ゾウは足元にもっと注意するようになることでしょう。少なくともそう願いたいものです。さて皆さんもよく知らない土地ではどうか注意してください。そして万一底なし沼に入ってしまった時、どうすればよいかを覚えておいてください。底なし沼にはまり込むと抜け出すのはとても困難です。では一体どうすればよいのでしょう。いくつかの選択肢があります。まず体重を分散させるために、体を水平に寝転ぶような体勢をとります。次に棒や杖のようなものが手元にあれば、それを沼に浮かせて、その上に腹ばいになり、体をできるだけ高い位置に出しながら縁に向かって這って進みます。決して素早い動きをしてはいけません。ゆっくりと慎重に棒を伸ばしては進むという動きを繰り返します。もし棒状のものが手元にないなら、リュックやカバンを縁の方向に置き、それに捕まって這って移動します。近くに木や草がある場合は、それに捕まってゆっくりと体を引っ張り、自分が来た方向に戻ります。しかし吸引の動きが速い龍鎖では、外部の助けなしには抜け出すことは不可能です。動きの取れない人に向かって棒を伸ばすか、ロープを投げて外に引き上げる必要があります。夏と秋にはこのような沼に引きずり込まれる可能性が高いことが分かっています。湿地の多い場所や龍鎖の起きやすい地域に行くときには、足元に細心の注意を払い、危険を感じる場所には決して近づいてはいけません。さて皆さん、今回はここまでです。
今回の動画はいかがでしたか？ぜひコメントに感想をお書きください。このビデオが気に入ったらいいねを押してぜひシェアしてください。ではまたお会いしましょう。